皆さんこんにちは今回は「ウマ娘プリティダービー」における会話シーン制作事例大規模で高品質な開発を支えるエンジニアの取り組みというタイトルで発表いたします自己紹介です私株式会社サイゲームスクライアントサイドゲームエンジニアの田村慎太郎です2014年に新卒としてサイゲームスに入社し スマートフォン向けタイトルの開発と運用を経験しましたその後2017年から「ウマ娘プリティダービー」の開発チームに合流し現在は会話シーンの開発やカットインの制御プログラムの開発を担当していますそれではまずはじめに本セッションで取り上げる「ウマ娘プリティダービー」の紹介ムービーをご覧ください 競馬を育成しよウマ娘たちと二人三脚憧れのツインクルシリーズでウマ娘たちの夢を叶えようトレーナーさんはじめましてガイド役のスペシャルウィークとグラスワンダーがトレーナーさんのお仕事についてご案内いたしますまずは担当するウマ娘を選んで育成の方針も決めましょうそれでは。 早速育成を始めてみますねトレーニングの種類がたくさんど,どうしましょうウマ娘の適性にぴったりのメニューを選んでくださいねあれ鈴鹿さん疲れてる焦りは禁物ですよ時には休息も必要です鈴鹿さんなんだか悩んでいるみたいそのような時はトレーナーさんに相談に乗っていただきたいです レセン学園に通う他のウマ娘たちとも切磋琢磨鈴鹿さん一緒にトレーニングさせてくださいウマ娘を支えるのはトレーナーさんだけではありません周りのみんなも協力してくれるんだよね季節に合わせたさまざまなイベントをウマ娘と一緒に楽しんでくださいドキドキしちゃいますねスキル選びもとても重要です逃げ系のスキルは鈴鹿さん向きですね 皆さんとっても素敵ですいよいよレース緊張するけど早く走りたい憧れのあのレースにいつの日か必ずレースのあとはウイニングライブレースの着順でポジションが決まるんですよ鈴鹿さんセンターだかっこいい育成の次は継承ですね育成されたウマ娘たちの思いが 次の担当馬娘と引き継がれるそれが継承ですこうして私たちはさらに早くさらに強くなっていきますみんなで遊ぶ機能も紹介しますね育成し終わった馬娘でチームを組んで全国のトレーナーさんと対戦トレーナーさん同士でサークルを組んで名門サークルを目指すこともなんだかワクワクしてしまいますね トレーナーさんと一緒に過ごせる日を楽しみにしています馬娘プリティダービー好評配信中ただいまご覧いただいた馬娘プリティダービーの世界観について紹介します馬娘プリティダービーはかつての名勝負、伝説のレース偉大な記録を生んだ競走馬の名前を受け継いだ ウマ娘たちが織りなすクロスメディアコンテンツとなっていますこのコンテンツではウマ娘がメインに活躍しますがそのウマ娘たちは別世界の名前と魂を受け継いでおり尻尾と耳、そして超人的な走力を持っていますがそれ以外はごく普通の女の子たちです彼女らは日々、ウマ娘の養成機関であるトレセン学園に集い自身の夢とレースに向けて切磋琢磨しています そんウマ娘たちが活躍を目指す舞台がトゥインクルシリーズですこちらは実際の競馬のレース番組表をモチーフとしたレースシリーズでウマ娘プリティダービーの世界においては国民的スポーツエンターテインメントとして親しまれています。トゥインクルシリーズではレース後にファンと喜びを分かち合うウイニングライブと呼ばれるライブが開催されます。レースに勝利することで そのステージでセンターに立つ権利が得られますその権利を獲得することがウマ娘たちにとって目標の一つになっています続いてウマ娘プリティダービーのスマートフォン向けゲームについて紹介しますこちらはサイ・ゲームスが送る新作ゲームでウマ娘たちと夢を叶える育成シミュレーションゲームになっていますプレイヤーは 新人トレーナーとしてウマ娘の育成を担当しウマ娘の夢を叶えるべくトレーニングを重ねていきますそして「トゥインクル」シリーズを進んでいく中でさまざまな経験と苦難を乗り越えウマ娘と共に成長していくことになります本作は iOS Android、DMM And の各プラットフォームにて配信しており一部有料コンテンツも含みますが無料でプレイしていただけます 先ほどご覧いただいた動画にもありましたが、下記のような画面が今回のセッションで紹介する会話シーンとなります。会話シーンはゲーム中にメインストーリー、ウマ娘ストーリー、育成中の会話イベントなど、あらゆる形で登場します。トレーナーと馬娘との関係性や世界観を描く重要な役割を担っており、そのシナリオはモチーフとなった史実の要素を細部まで取り入れ、 どのウマ娘でも主人公として活躍できるような奥深い構成になっていますそういったシナリオやウマ娘の魅力を表現するべく細部までこだわり抜いた作り込みになっている点が本作における会話シーンのポイントですウマ娘の仕草から表情目くばせに至るまで細かい調整を重ねて作り上げられています本セッションでお伝えしたいことをここで一度まとめます 本作では、会話シーンでも、ウマ娘の魅力を最大限に引き出せるように、制作を進めています。ウマ娘の個性を生かし、魅力を引き出すために、史実の要素を細部まで取り入れた膨大な設定と、どのウマ娘でも主人公として活躍が楽しめる奥深いシナリオで構成されています。そして、それを表現するために、ウマ娘のモーションや表情のきめ細かい調整を重ねています。また、 クオリティを高い水準に維持したまま大規模な会話シーンの開発も行っていますこういった会話シーンの開発を支えるためにエンジニアでもさまざまな取り組みを行いましたクオリティが追求できる編集環境大規模なシナリオ制作を支える効率化ウマ娘の魅力が感じられるモーション制御の工夫など本セッションでは エンジニアの取り組みを中心に紹介していきます。本セッションンのアジェンダです会話信用エディター量産化へのアプローチワークフロー改善モーション制御の工夫という順に紹介しそして最後にまとめを行います。ではこれから会話信用エディターについて話します。まず最初に 本作の開発初期に抱えていた問題点について説明し、続いてその問題を解決するために作成した会話信用エディターについて紹介していきます。開発初期における会話シーンの仕組みを説明します。初期の実装では、テキストファイルにコマンドと呼ばれる命令を書き込み、それを記載された順に、逐次実行していく仕組みになっていました。この図は その仕組みを模式的に表したものです一番左にコマンドが記載されたテキストファイルがありますそれをパースしてプログラムが読める形式にした後制御プログラムが順次実行していきますテキストファイルに記載されたコマンドの内容に応じてウマ娘のモーションの再生セリフの表示画面効果などを制御していましたこの仕組みでも 会話シーンの実装ができていましたが、高品質な演出を作ろうとすると、かなり大変な作業になるだろうということが想像できるかと思います。ここに示しているのは、コマンドの記述イメージです。一番左側に、会話が始まってからの経過フレーム、その次にコマンド、そしてコマンドのパラメーターが記述されています。例えば、上から2行目のコマンドは、 開始から10フレーームののうにに指定されたウマ娘のモーションを再生すす。る、といい内容になっていますブレンドオプションなどコマンドの実行パラメータを増やすことによってより細かい調整をすることも可能ですがクオリティアップのためにコマンドのパラメータ修正を繰り返すということを考えるとかなりの作業量になってしまいます開発初期の仕組みにおける問題点について整理します まずコマンドが複雑で直感的に分かりにくい点が挙げられます先ほどコマンドの記述例で見たように細やかな制御をしようと思えば思うほどよりコマンドのパラメーターが増えてしまい複雑になってしまいますテキストファイルにコマンドを記述するという形式だと設定しているパラメーターがどのような実行結果になるのか直感的なイメージがしづらくなります次の問題は イテキストファイルに記述したコマンドの実行結果を確認するには、ユニティでゲームをプレイ状態にして、実際に会話シーンで確認するという工程が必要となり、編集から動作確認までのサイクルに時間がかかります。クオリティを追求しようと微調整を繰り返すには、これは大きな課題となります。このように、クオリティアップのための調整負荷がかなり高い。 という問題が作業者に大きな負担としてのしかかっていました会話シーンの演出特に「ス娘の動きや表情を細部までこだわって設定したい」という要請がある一方で「コマンドの入力作業は複雑にしたくない」という状態になっていました当初は「コマンドによる仕組みで進める方針でしたがそれでは限界がある」特に「ス娘の動きや表情を細かく設定するのが難しくなる」 という結論に達しましたそして直感的な調整作業ができること編集したその場で動作確認ができることウマ娘の動きや表情をきめ細かく設定できることこれらをサポートする仕組みとしてタイムライン形式のエディタを検討することになりましたまたエディタの刷新に合わせて作業者から要望を募って対応することにしました タイムライン形式のエディターを開発するにあたって重視した要望があります。一つ目は、タイムライン上のクリップを移動するときに、一つ前のセリフには食い込まないようにしたいというもの。二つ目は、特定のセリフに紐づくクリップだけを表示して編集するモードが欲しいというものです。一つ目の要望について少し補足します。会話シーンでは、馬娘のセリフにタイミングを合わせて、 したがってモーションや表情の調整をする際、今編集ししているセリフの範囲外にクリップがいかないようにすると作業がしやすくなります一つ一つのセリフにしっかり集中して作業したいクオリティアップをしたいという気持ちがこういった要望に表れています1つ目の要望を図に表してみますこれはタイムラインを模式的に表したもので 右側に向かっている矢印がタイムラインの進行方向を示します。このタイムラインの進行に沿ってクリップが配置されています。セリフ表示については、セリフ1の表示、セリフ2の表示、セリフ3の表示が配置されています。モーションについては、モーション A のクリップがセリフ2の途中にあります。これは、セリフ2の表示の途中でモーション A の再生を行うということを示しています。 画面効果についてみると、暗点のクリップが配置されていて、それぞれセリフ2とセリフ3の前に暗点の演出を入れるということを示しています。さて、これからモーション A のタイミングを調整しようと考えた場合、モーション A のクリップの配置をずらして変更することになります。その際に、モーション A がグレーに塗られた範囲からはみ出ないようにします。これが要望1の内容です。 続いて、要望2を見ていきます。こちらは比較的単純です。例えばここに示したように、セリフ2に紐づくクリップだけを表示するモードを実装すればよいということになります。ここでさらに、新しいエディタを設計する上で重要な仕様について説明します。それは、トレーナーの性別に応じて会話の展開が変化するというものです。 具体的には、馬娘がトレーナーに呼びかけるときの言葉遣いが変化したり、トレーナーからの問いかけに対するリアクションが変化したりします。この図では、それを模式的に示しています。セリフ表示の箇所を見ると、セリフ1、セリフ2の1、セリフ2の2と続いています。例えば、女性トレーナーでゲームをプレイしていた場合、セリフ2の1に関する演出はスキップされて、 セリフ1からセリフ2の2に展開がつながりますここまで見てきた要望や仕様を満たすために新しい仕組みではセリフ単位でデータをブロック化することにしました1シナリオのタイムラインデータの中にセリフ単位でブロックデータがあり各ブロックデータの中にセリフ表示やモーション変更などの機能単位でトラックデータがありさらに各トラックデータの中に モーションを変えるなどの制御単位でクリップデータがあるというデータ構造を採用しました。このようにブロック化しておくと、要望に対応しやすくなります。先ほど説明したものをタイムラインの模式図で示すと、このようになります。ブロック1にセリフ1やそれに紐付くモーションクリップなどがあり、同様にブロック2にセリフ2が、ブロック3にセリフ3が、 といいいう形で続いていきますこのデータ構造にしておくとクリップの移動範囲を制限したいという要望や特定のセリフにひも付くクリップだけ表示したいという要望に対応しやすくなりますまたトレーナーの性別による分岐も次にどのブロックに進むかという問題に置き換えられより扱いやすくなります例えばこの図で説明すると 男性トレーナーの場合だったらブロック1からブロック2に進む。女性トレーナーの場合だったらブロック1からブロック3に進む。といった具合に処理を進めていけばよくなります。エディタの実装方針についてまとめます。セリフ単位での調整に特化した機構を作ること。会話が途中で分岐するという仕様に対応すること。それらの解決のために、 1> 1セリフごとに1ブロックというデータ構造を採用したことこれらを踏まえて Unity のタイムラインを利用するよりも独自対応の方が今後の調整がしやすいと判断しましたそこでエディタ部分は Unity の「エディターウィンドウ」クラスを拡張しタイムライン制御は自前で用意しましたそれでは実際に作成したエディタでの編集風景をご覧ください 左側は Unity のゲームビューで右側が今回開発したエジタのメインウィンドウです中央に見えている赤い線はシークバーで現在のフレームを示していますタイムラインに沿ってクリップが並べられており今画面に見えている範囲では上からテキストのクリップモーションのクリップ表情のクリップが配置されていますシークバーを動かしてみます シークバーの位置に対応するクリップのモーションや表情が、馬娘に適用されます。続いて、このモーションを別のモーションに変更してみます。モーションの変更は、今表示されたサブウィンドウで行います。サブウィンドウでは、モーションをプレビューで確認しながら選ぶことができます。 変更したいモーションが決まったら置き換えボタンを押します。これでモーションの変更は完了です。ここからはエディタの機能について簡単に紹介をします。メインウィンドウの上側には再生やクリップ選択などのボタンが並んでいます。これらはキーボードショートカットにも対応しています。例えばプレイボタンでタイムラインを再生しますが、 スペースキーを押すことでも同じくタイムラインの再生ができますメインウィンドウの中央には時系列に沿ってクリップが配置されていますモーションの場合ブレンドする箇所は黄色くハイライト表示されています先ほど1セリフごとに1つのブロックデータにしているという説明を行いましたがそのブロックの境目が視覚的に把握しやすいようにしています背景色は ブロック単位で赤と青を交互に塗り替えています左側は通常のユニティのゲームビューを表示しています編集内容はゲームビューに即時反映されます続いてモーションの設定です右上にはウマ娘が表示されていてここで選択中のモーションがプレビュー再生されますモーションを選びながら動きを確認できるので 調整作業を効率よく行うことができます。その下には、絞り込みツールとモーションのリスト、ショートカットボタンが並んでいます。本作では、モーションの種類が非常に多いので、タグやフリーワード指定によるモーション絞り込みをサポートしています。ショートカットボタンでは、現在編集中のモーションをワンクリックで入れ替えるなどの機能をサポートしています。左側は、 モーションクリップのプのロパティです。開始フレームやクリップの長さなど、共通のプロパティを表示しているほか、モーションの場合は、ブレンド設定や背景設定も表示されます。次は表情設定です。モーションと同じく、右上で表情をプレビューする機能を用意しています。右下には、調整用のツールが配置されています。 ここでは表情全体だけでなく、右目、左目、右眉、左眉など、パーツごとの設定もサポートしています。左側のプロパティー欄では、表情のブレンド設定ができます。こちらはカメラワークの詳細です。カメラは調整しやすさを考慮して、画面基準での移動と、馬娘基準での移動をサポートしています。例えば、 特定ウマ娘にカメラを寄せるといった指定が簡単にできるようになっていますまたウマ娘基準の場合はフォーカスするパーツの指定もできるようになっており足元にカメラを寄せる手元にカメラを寄せるといった指定が手軽にできますカメラがよりになっている場合は背景にブラーをかけると自然な絵になりますその時のブラーのかかり具合を細かく調整できます カメラの位置やカメラの寄り具合を変化させる場合、その変化に対してカーブの指定ができるようになっており、プリセットから選ぶ形で設定できます。また、カーブは自由入力もサポートしています。その他のエディター機能の紹介です。エディターの開発に合わせて、コマンド方式の頃には実装されていなかった調整項目を追加しました。 モーションに付随する SE、サウンド周りの調整、キャラカラーやリムカラーの調整、ポストエフェクトなど、他にも多くの機能を追加しています。エディタに実装したサポート機能の紹介です。ブラッシュアップのための調整や、不具合い調査に必要となる機能をエディタに追加しています。特に調整のために重要となるのが、ボイスの波形表示です。 モーションのタイミングを馬娘の声に合わせて調整でき、より自然な振る舞いを演出するのに一役買っています。今回開発したエディターについてまとめます。開発の初期において、会話シーンの品質向上を目指しましたが、既存の仕組みには課題がありました。それは、きめ細かい制御が難しい、調整コストが高いという問題でした。これに対し タイイムライン形式の専用のエディターを開発して、品質向上をサポートしました。このエディターにより、ウマ娘のモーションや表情などを細かく制御できるようになりました。また、変更内容をその場でプレビューでき、調整時の作業効率が改善されました。続いては、量産化へのアプローチについて紹介します。 タイイムライン方式のエディタが出来上がり、会話シーンのクオリティアップにつながりましたが、開発を進めていると、新たな問題が浮上しました。例えば、モーションを1つ設定するだけでもそれなりに手間がかかる。クオリティを追求しようとすると時間がかかる。エディタ操作の学習コストが高いといった問題です。このように、新しいエディタでも開発工数がかかるという問題があり、 クオリティを保ったまま量産化するにあたっての懸念が浮上しました。どうにかしてクオリティを担保したまま作業の負担を下げる方法がないか模索しました。そういった状況を打開するために簡易版エディタを用意しました。簡易版エディタでは編集操作を大幅に簡略化しています。例として新しくモーションを設定する場合について説明します。 通常の手順では、まず最初に空のクリップを新規追加し、そしてサブウィンドウから設定したいモーションを選択し、クリップに反映します。続いて、設定するモーションの開始タイミングと終了タイミングを調整します。この操作はマウスのドラッグ操作により、クリップの位置を変えたり、クリップの長さを変えたりする形で行われます。そして最後に、前のモーションと、 ブレンド設定を行います一方、簡易版ではセリフごとにプルダウンから選択するだけで設定ができます簡易版の最大の特徴はセリフ単位で手軽に設定ができることですここには簡易版エディターの一部を表示しています一行一行がセリフに対応していてモーションや表情はセリフごとにプルダウンから選ぶだけで完了します また、モーション以外にも SE 設定などにも対応しています。すべてのセリフに対して簡易版での設定が終わったら、そのまま直接タイムラインのアセットが出力できます。プルダウンの設定通りにクリップが配置され、また、必要に応じてモーションのブレンドパラメーターを自動で設定します。こちらは簡易版で出力したアセットの一部を表示したものです。 セリフの切り替わりでモーションが変化している場合は、ブレンド設定をした上でアセットが出力されます。大幅に入力作業を簡略化したエディタを用意しましたが、簡易版エディタでは、モーションや表情の選定作業も手軽にしたいという話が持ち上がりました。本作では、モーションや表情の種類が多く、その組み合わせは膨大なものとなります。 そこから状況に合わせて選定していくのはいかに入力を簡略化しても多くの時間を取られてしまいます選定作業を手軽にするために検討したのが簡易版エリタでは選択できるモーションや表情の種類を絞るという方法ですしかし単純に選べるものを減らしてしまうとどの馬娘も似たような振る舞いになってしまいます その対策として簡易版エディタでは2種類のプリセットをサポートすることにしました一つはキャラ固有プリセットですこちらは上娘ごとにそれぞれ16パターンを設定することが可能になっています上娘ごとにどのようなモーションと表情を組み合わせるかは CSV ファイルによって設定できます例えば同じ悲しい場面であっても ウマ娘によって異なるモーションを設定することでウマ娘の個性を出せるようになりますもう一つは待機モーションプリセットです他の登場人物が発言している場合やモノローグが再生されている場合など待機中のモーションは会話シーンの中でも非常に使用頻度が高いものになります待機モーションプリセットではそのような状況に対し 手軽にバリエーションをつけることが可能ですそれではキャラ固ユープリセットについて具体例を見てみましょう左側は明るい場面に合わせて設定されたキャラ固ユープリセット右側は悲しい場面に合わせて設定されたキャラ固ユープリセットです先ほど説明した通りモーションや表情の組み合わせは CSV ファイルによってウマ娘ごとに変えることができます このキャラ固有プリセットを利用することで、編集作業を簡略化しつつも、ウマ娘の個性に合わせた設定が手軽に調整できます。量産化へのアプローチについてまとめていきます。会話信用のエディタを開発したことにより、クオリティアップができるようになりました。しかし、その一方で、新しいエディタでも工数がかかるという問題が浮上し、どうにかしてクオリティを保ちつつ、 作業の負担を下げる方法がないか模索することになりましたこれに対し簡易版エディタを作成して構数削減に取り組みました簡易版エディタではプルダウンから設定項目を選ぶだけという形にして編集操作を大幅に簡略化しましたまたキャラコ有プリセットを導入することによりモーションや表情を選定する作業負担を軽減しつつも 熊娘の個性に合わせた設定をサポートしました続いてワークフローの改善策について紹介しますまず会話シーンを制作する際の全体のフローそしてそのフローの中で特に工数がかかる箇所の説明を行った後今回取り組んだ改善策について紹介しますここには、 会話シーンの開発における全体のフローを示しています。上から順に見ていきます。最初にシナリオの執筆が行われ、それと並行して、ボイスファイルやモーションファイルなど、リソースの作成が行われます。シナリオとリソースの準備ができたら、タイムラインの編集に進みます。タイムラインのデータが出来上がると、監修が行われ、ウマ娘の個性や演出面のクオリティなど、 様々な観点からチェックが行われます必要に応じてフィードバックされまたそれに対応するというサイクルになります監修が問題なければ実機によるデバッグに進みデバッグでも問題がなければリリースに進みます赤く囲った部分が会話用エディタでの作業になります演出面を強化しようと思えば思うほど タイムラインの編集と監修の行き来を繰り返す可能性が高くなり作業コストが膨らみます続いてストーリーの種類と作業感について見ていきます育成の会話イベントでは演出面では控えめで比較的短いシナリオで構成されているものの馬娘1人当たり90話以上と数が多くなっています育成の会話イベントは先ほど紹介した 簡易版エディタをを併用してて開発を進めています次に「ウマ娘ストーリー」です。こちらは育成の会話イベントより演出面を強化していて中規模から長編のシナリオがウマ娘1人当たり7話という構成になっています。最後に「メインストーリー」ですがカメラワークを入れて効果的なカットを入れるなど演出面ではクオリティに強いこだわりを持って開発しています。また よりクオリティを高めるために、複数の担当者で開発しているのもポイントです。長編のシナリオが1章13話という構成で、ボリュームとしても多めになっています。メインストーリーはクオリティアップのための調整が多く、リリースから現在までの運用において、ワークフロー面での課題になっています。それでは、メインストーリーについてさらに詳しく見ていきましょう。 先ほども説明した通り、メインストーリーではクオリティアップのために複数の作業者が連携して開発を行っています左側に主な編集項目を列挙しました基本的には1人で編集を担当しますがサウンドやカメラワークなど専門的な知識を必要とするものはそれぞれ担当者を立てることで品質向上を目指していますここに示したように3つの色分けに応じて 異なる作業者が編集を行いますでは、同じタイムラインのアセットに対して複数の担当者が関わるとどのような問題があるか見ていきます同じアセットを複数人で編集する場合作業待ちの時間が発生します例えば、この図で示したようにカメラワークを設定したい場合はモーション設定やサウンド設定など 他ののの担当者の作業がが終わるのを待つ必要があります。このような作業待ちは、開発フローにおいて基本的にボトルネックとなり、さらに、急な修正が必要になった場合は、大きな支障になります。また、複数人で作業していると、どうしてもケアレスミスによる巻き戻りが起こりがちです。例えば、アセットがコンフリクトを起こして、その解消を間違えることにより、他の担当者の作業が消えてしまうというものです。 幸い、今のところは致命的な問題には至っていませんが、リリースをして運用に入ったことで、ワークフローの課題が浮き彫りになりました。このような問題に対応するべく、作業者ごとにアセットを分割する仕組みを開発しているところです。例えば、サウンド周りの設定を別のアセットファイルとして管理するようにします。こうすることにより、馬娘の調整を行う人や、 カメラワークを調整する人の作業を気にすることなく、自分が担当しているサウンドの調整作業に取り掛かることができます。また、ファイルが分割してあるので、万が一ミスによって巻き戻りが発生しても、他の担当者が作業した分には影響が出ません。分割したアセットはデータ構造を揃えておくようにします。右側に簡略化したデータクラスを示しています。本体を サウンド用、カメラ用の各アセットは同じデータ構造にしています。例えばサウンド用の場合、本体のデータと同じようにキャラトラックも保持していますが、サウンドには不要なデータなので、中身は空にしています。そして、ランタイムでは分割されたアセットを本体のアセットにマージします。このような実装をしておくことで、初期にリリースされた分割対応前のデータとも互換性を得られます。 データを扱う制御クラスから見ると、分割対応されたデータも、初期に開発された分割対応前のデータも、同じように扱うことができます。ワークフロー改善についてまとめます。会話シーンには、いくつかの種類があります。その中でも、メインストーリーでは、複数の担当者が関わるため、ワークフロー面の課題が表面化しやすいという問題がありました。 具体的には、作業待ちによる時間のロスや、ケアレスミスによる巻き戻りといった問題が起こりやすいというものです。これに対応するべく、データを分割する仕組みを開発中です。その仕組みを導入することで、作業待ちを回避し、巻き戻りによる影響範囲を限定できるようにします。また、分割対応前のデータとの互換性を維持できるようにして、 制御系のクラスには回収を入れないで済むようにします。このように各担当者がクオリティ向上に向けて注力できる環境づくりにも積極的に取り組んでいます。ここからはモーション制御の工夫について紹介します。本題に入る前にタイムラインとモーションの再生について簡単に仕組みを説明します。この図は タイムラインを模式的に示したものです。右側に向かう矢印に沿ってタイムラインが進行し、タイムラインに沿ってクリップが配置されています。赤い線は現在のフレームを示しています。図の場合だと、赤い線の上にセリフ1のクリップとモーション B のクリップが重なっています。現在のフレームでは、セリフ1の表示とモーション B の再生を実行します。 また、モーションのクリップにおいて、黄色い区間は、モーションのブレンドを行う区間を示しています。この赤い線が、時間の経過とともに右側に進んでいき、モーション C の再生、セリフ2の表示、モーション D の再生と続きます。これがランタイム中、ゲームのプレイ中はどうなるでしょうか。ランタイム中は、トレーナーの操作が介入してきます。 例えば、画面タップです。これは、トレーナーが画面をタップすると、モーションの途中でも次のセリフまで演出が飛ぶ、というものです。他には、選択肢の決定があります。トレーナーの選択によって、それ以降の会話の展開が変化する、というものです。基本的には、タイムラインの進行は時間の流れに対して連続的に進んでいきますが、トレーナーの操作が介入することにより、 タイムラインの進行が不連続になるケースがあります。それぞれ詳しく見ていきます。まずはタップの場合について説明します。この図ではセリフ1の途中でタップ操作が行われた場合の挙動を示しています。タップによってフレームがセリフ2の場所に移動します。これによってタイムラインの進行が一部ジャンプします。 モーションのように連続的に再生されることを前提としたクリップの場合、フレームがジャンプした場合の対処が必要となります。次に、選択肢の場合について説明します。この図は、選択肢によってフレームがジャンプするケースを模式的に表しています。選択肢は2つだったとして、青のクリップは1番目の選択肢が選ばれたときのルート。 赤のクリップは2番目の選択肢が選ばれた時のルートであるとします。1番目の選択肢を選んだ場合は特に問題ありません。タイムラインは連続的に進行します。しかし、2番目の選択肢を選んだ場合はどうでしょうか選択肢の決定によって、今度は赤いクリップが配置された場所までフレームがジャンプします。ここでは2つに分岐するケースを示しましたが、 育成の会話イベントの中には5つの選択肢があったり分岐した会話の流れが後で合流したり複雑なタイムラインの進行になるケースがありますではこういったタイムラインのフレームがジャンプする場合についてどのような対処をするか見ていきますまず会話信用エディターを作った当初の対策について紹介しますここでは例として、 モーションクリップの処理で説明しますフレームのジャンプが発生したときにこの図で示したようにジャンプ前とジャンプ後を擬似的につなげるようにしますその上でジャンプ前後のモーション同士でブレンドを行います図で示したようにモーション A とモーション E をブレンドしさらにプログラム側でブレンドパラメーターを設定して自然な見た目でつながるようにします このような方法をとることで、基本的にはフレームのジャンプに対応できると考えていました。当初はこれで問題なかったのですが、育成の会話イベントに倍速の仕様が追加されたことで、状況が変わりました。先に、育成の会話イベントにおける倍速再生の仕様を説明します。本作は、育成を何度も遊んでもらうゲーム性となっているため、 快適にサクサク遊べるように高速化したいという思いから、倍速再生という仕様が入っています。この倍速再生では、1セリフあたり2フレームで進行する仕様になっています。では、育成の会話イベントを倍速再生した時の問題について見ていきます。倍速再生中にどのようにフレームが進行するのか、図で表してみました。 赤い線はマイフレーム次々と移動していきますこの状況では前のモーションとブレンドしている余裕はありませんしたがって別の対策が必要ということがわかりましたでは倍速再生のようにフレームのジャンプが連続する状態だとどのような問題が起きるでしょうか何も対策せずフレームが次々とジャンプするままにモーションを再生すると だんだんと揺れ物のシュミュレーションが破綻していきます。これについて少し詳しく説明します。まず、揺れ物の挙動は、その揺れ物の付け根、例えば頭や腰の運動に大きな影響を受けます。そして、モーションによっては、フレームがジャンプする前後で、馬娘の姿勢が大きく変化することがあります。フレームがジャンプしたことで急激な姿勢変化が起きると、1フレームの間に、 頭や腰の位置が大きく移動する形となり、それによって揺れ物が大きく動いてしまいます。したがって、この揺れ物が暴れる現象は、フレームがジャンプする前後で姿勢が大きく違う場合に発生しやすくなります。例えば、体をひねるモーションをした場合だと、腰や頭の回転に振り回される形で、髪の毛や制服のスカート、リボンが暴れるということになります。 揺れ物の暴れに対してどのような対策を行ってきたのか、まず、うまくいかなかった例について紹介します。最初は、倍速再生中に揺れ物のシミュレーションを無効化するということを試してみました。先ほどお伝えした通り、倍速再生中は1セリフあたり2フレームで進行するので、仮に揺れ物のシミュレーションを止めてしまっても見栄えには影響せず、問題なく対処できるだろうと期待していました。 しかし実際にやってみると揺れ物が不自然に固まってしまいました例えばスカートが固まって円錐のように見える尻尾が固まって棒のように見えるそしてウマ娘の髪型によってはうつむいた姿勢の時に髪がまっすぐ伸びて違和感が出るといった問題が発生しこの方法は採用できないという結論になりました続いて 倍速再生によって飛んだ分のシミュレーションを追加で実行するという方法を試してみました。この方法では、暴れを改善することはできました。しかし、端末にかなりの負荷がかかる状態になってしまいました。例えば、通常再生で120フレームかかるセリフだった場合、倍速再生中は一度に60フレーム進むことになります。これを一度に処理するとなると、 かなり計算量が増えることになり FPS の低下や端末の発熱を起こしてしまいましたまた補うフレームを間引いて調整することも試してみましたが今度は暴れが再発してしまいましたモーションの組み合わせによっては間引いたフレームの間に姿勢が大きく変化するパターンが出てしまいこの方法で対処するのは難しいという結論になりましたそれでは どのような対策をして暴れを軽減したのか説明していきますフレームをジャンプさせる際にここに示したような4つのプロセスを追加することにしました順を追って説明します1つ目のプロセスでフレームをジャンプ先の1フレーム手前に変更します2つ目のプロセスでモーション系のクリップだけ更新しますこれによりセリフ表示など他のものは変化することなく ウマ娘の姿勢だけ1フレーム手前の状態となります。この時点では、まだ揺れ物の更新処理をかけていないので、揺れ物はフレームがジャンプする前の状態を維持しています。3つ目のプロセスで、揺れ物のリセットと1フレーム分の更新を行います。リセット処理によって揺れ物は初期状態に戻ります。さらに、リセットされた状態から1フレーム分更新することにより、 プロセス2の姿勢に合わせて揺れ物のシミュレーションが行われます。最後のプロセスで本来のジャンプ先のフレームに変更し、通常の更新処理を行います。これにより、ジャンプ先のフレームにおけるモーションの更新と、そのフレームにおける揺れ物のシミュレーションが行われます。以上のプロセスをとることにより、腰の回転や頭の回転など、急激な姿勢変化があったとしても、スカートや、 髪の毛が暴れることなく、自然な状態を見せることができます。ダイワスカーレットのような影響を受けやすい長い髪の毛でも暴れないことが確認できました。やや説明が長くなってしまったので、要点をまとめます。重要なポイントになるのは、プロセス1から2において1フレーム手前の姿勢にしますが、この姿勢がジャンプ先のフレームとほぼ同じ姿勢であるという点です。 これによって、プロセス3から4の間で行われる一連の揺れ物のシミュレーションの際に、姿勢が大きく変化するという状況が回避されます。フレームがジャンプした後の姿勢に近い状態で揺れ物を馴染ませてから、通常の更新処理に進むことになるため、シミュレーションの安定性が非常に高くなります。また、飛ばした分のシミュレーションを追加で計算するという手法に比べると、端末の負荷も大幅に軽減できます。 育成の会話イベントが長時間倍速で再生されるという状況下であっても、FPS の低下や端末の発熱を抑えることができまます。モーション制御についてまとめます。基本的に、本作の会話シーンはタイムラインに沿って配置されたクリップを時間経過に沿って処理する形で実現しています。しかし、タップ操作、選択肢による分岐、倍速再生によって、 タイムラインの進行が不連続となる場合急な姿勢変化によって揺れ物が暴れることがありますこれは特に育成の会話を倍速再生すすると顕著になりますこれに対しモーションの更新方法を工夫することによって揺れ物の暴れを抑制し自然な見た目を維持できるようになりました連打や倍速再生でプレイをする中でもウマ娘の個性や魅力が感じられるようにしたい といいう思いを実現しましまた倍速再生だから表示崩れが起きてしまうのは仕方がないと諦めるのは簡単ですし一瞬でであれば気がつかないい可能性も高い部分ですしかしウマ娘をよりリアルなより身近な存在として感じてもらいたいというこだわりをもって取り組んでいますそれでは最後に本セッションのまとめに入ります本作では「 会話シーンでも馬娘の魅力を最大限に引き出せるよう強いこだわりを持って開発をしています馬娘の個性を表現するための膨大な設定と奥深いシナリオを生かせるように細かい調整を重ねていますまたクオリティを高い水準に維持したまま大規模な会話シーンの開発も行っています本セッションではこういった会話シーンの開発を支えるために エンジニアでどののような取り組みを行ったた。か紹介しましま具体的には思い通りの表現をスムーズにできるように専用エディターを開発大規模なシナリオ制作を効率化するサポート機能を実装大規模チームでも各々が効率的に開発できるフローを整備高速再生でもウマ娘の魅力が感じられるようにモーション制御を工夫以上の項目について紹介しました。 これらすべては何よりも最高の会話シーンをトレーナーの皆様に届けるべく行っていますエンジニアの取り組みについての紹介は以上となりますが引き続き会話シーンの演出強化やエディタをさらに使いやすくするための回収を続けていますこうして開発ができているのも普段、ん「ウマ娘プリティダービー」を遊んでいただいているトレーナーの皆様あってこそですいつも誠にありがとうございます 私たちは馬娘たちと一緒に最高の会話シーンを目指して走り続けていきます。以上で本セッションを終わります。ご清聴ありがとうございました。